ドラマですからね。いや、まあ、あの、あれぶっちゃけ、うん、あの見ててどういう気持ちになるんですか。まあ、その話したかもしれないけど、まあえて聞くとどういう気持ちなんですか。自分のことをあのドラマにされてて、やっぱちょっとこの辺がちょっとこそばよくなるんですか。ちょっと違うなと思いながら、なんか自分事じゃないように見ていたけどね、俺こんなんじゃねえしなって、うん、まあまあそれは相当 かなり違うじゃん。あの M から相当、本からは相当脚色されてますからね。そうです。だから別にあの、うん、そういうものだと思って見てるんで、うん、いろんな原作があるものが映画やドラマになった時に、うん、もうこういう風に変わってるんだろうなっていう風に自分のものを見て思った。ああ、要はその冷静に客観的に、うん、そうそうそう、うん、だから、うん、原作とその出来上がったそのドラマ映画っていうものはかなり変わって いるものなんだろうなと思った。ってことはそれに対して腹立ったりしないんですか。これ全然違う。腹を立てる人もいると思うけれど、立たなかった、うん、俺はもう別にもうお任せしますってやったから、うん、面白くてもいいやと思ってたんで、全然別に特に何にも思いませんでしたね。まあ、特にあの田中みな実とか全然違うもんね。そう、いや違うでしょ、あのキャラ。ああいう人いなかった。いやいやいや、それいやあそこまではないでしょうあれ。まあそうやね、あれは違うでしょう。何ですかこれ。